連帰投票、または連帰制、連帰式、連帰票は単一の選挙区で2つ以上の候補を選択することができる投票方法である。完全連帰投票ではすべての候補はポジション数 N に対しそれぞれ立候補する。各々の,の,の投票者はその投票用紙の上で N 候補まで選び最も得票した N 候補がそのポジションを勝ち取る。しばしば 投票者は、絵の票を持っていると言われるが、累積投票のように同じ候補に対し一票より、多くの票を投じることはできない。この制度は、得票数の伸びがその候補に決して不利には働かない。ため、各政党は、自党の支持者が、自党以外の候補にも投票しないよう、選挙区定数 N と同数の N 人の、自党クローン候補者を擁立する。 所属政党を同じくする候補者間の違いは、所属政党の違う候補者間の違いより十分小さいため、有権者の大半は、電気数 N の大半を同一政党の候補者に、費やす。このためこの制度は、各党の候補者 N 人を一組とした選択肢に、各有権者が一票を投じ一組が選出される、短期非常識投票に帰着され、二大政党のどちらか一党が、 選挙区定数の大半を独占する多数代表制になる。ちなみに、一部の有権者は選出される候補者の組み合わせも考慮する。例えば、1等が定数を独占するのは良くない。と考える有権者は、得票順位2位に甘んじる政党の候補者に、投票して1位の政党の候補者の当選を妨害し、2等以上が定数を分け合うのは避けねばならない。 と考える有権者は1位の政党の候補者にダメ押しを与える。特にこの得票を1位に投票する戦略は美人投票と同様に投票者の民意と投票結果が乖離する危険性が高い。優先順位付き連期投票は比例代表制になる短期異常式投票とは異なり完全連期制と似た多数代表の結果をもたらす。優先順位投票が使われるときは 最高から最低までのこの無候補に順位付けをする。優先順位付け連期制では2つのマークのグループを持ち、最初に第一選択として N 議席の選挙で N 票を与えるが、それ以外の候補に第二選択として選考に従ったランク付けをすることも許され、1つ以上の第一選択票が排除された時に優先順位の部分が使われる。 過半数を獲得する候補が出るまで第一選考が最小得票の候補が排除される。集計は求められる数の候補が選ばれるまで繰り返される。選ばれた候補は取り除かれすべての票は完全に生かされる。これはロバート議事規則で述べられた公職で同じタイプの複数の候補を選ぶ方式である。 オーストラリア上院で1918年から1948年にかけて使用された。オーストラリア下院では連邦成立から現在まで使用されている。イギリス下院でも導入の動きがあったが、2011年5月5日に行われた国民投票で反対70%の大差で否決され実現はしなかった。制限電気投票は 完全連帰投票のように投票するが、制限連帰式においては、各々の,の,の投票者は選出されるべき候補の数よりも少ない連票を受け取る。これは、完全連帰制とは逆に一定数の少数派が代表を獲得することを可能にし、単純多数派がすべての議席をさらうことはできなくなる。制限付き連帰制はジブラルタル議会の選挙に使用されており、 投票者は発表を持ち15議席が改選される。そのよくある結果は1番人気の政党が8議席を獲得して支配政権を作り2番人気の党が7議席を獲得し野党となる。制限連期はスペイン上院でも使用されていて4人区の3名連期である。歴史的には 制限フレンキ投票はイギリスで3人区と4人区において使用され、投票者には2票が与えられた。これは大選挙区制が廃止されるまで続けられた。日本の国政選挙では1946年の第22回衆議院議員総選挙で行われたのが最後である。その選挙を経験した、その田天高校によると、あれはいい制度で相手を蹴落とそうなんて空気は、 全くなく、対立候補と出会うと激励し合って別れたぐらいという、ことであるが、女性であるとか名前が印象的とかで、連記の最後に書いてくれた人もいたようだとも語っている。制限連記制のもとでは、投票者と候補者が妥当な戦術を用いるのならば、各々の投票者に認められる連票が少ないほど、勝つのに必要な票数が少なく、結果が、比例代表に近くなる。 極端な、各々の投票者に配られる票が1票のみに、制限され、代表者を獲得するための式位置が、ドループ奇数まで下がる場合は、短期式の大選挙区制に等しくなる。シティ・オブ・ヘンダーソンビル、NC ハット、A 国民投票、会員の選挙制度改革を否決、連立政権内で、緊張の兆し。ブルームバーグ。 http://www.vloomberg.co.jp コロンススララッッシシュュスラッシュアップススラッシュニュースピドイコール9092万 12& シドイコールオルグ2回8アビ892011年5月7日閲覧英会員の選挙制度変更国民投票で大差の秘訣読売新聞 http:/www. 読売 COJP ワールド、ニュース、2011万507イト 1T00644HTM2011 年5月7日閲覧。ありがとうございます。